りほじゃばぼえわしちり。この台湾語が台湾の皆さんに届いてたらいいなと思っていますが、果たしてどうでしょう。ということで、皆さんこんにちは、ちりです。今ね、私がマレーシアに留学してた時にお友達になったとある人がですね、今マレーシアから台湾に移動して現在絶賛隔離中っていう方がいるんです。日本でも時々なんか台湾でのコロナの対策について報道はされているので、ご存知の方も多いと思うんですけど、まあやっぱり自分の友達が台湾にこの時期に渡航して、まあ、隔離を経験するってなかなかそういう人いないと思いますし、なんか直接ねお友達からお話を聞く機会っていうのもなかなかないと思うので、今絶賛隔離中のマレーシアのサバハンのお友達にインタビューしました。で、私もですね、去年の11月にマレーシアから日本に帰国したので、今回の動画はですね、まあ日本と台湾の、隔離のバーサスシリーズっていうものをちょっとやってみたいなと思います。皆さん、ぜひ台湾での隔離の様子を一緒に聞いてみましょう。では、スタート。本日のゲストは、マレーシアのサバ出身、オリジナルサバハンのフーさんです。フーさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。リーホー、フーさん。リーホー、リーホー、ダケホー、リジャバブエ。ジャバブエ？うん、わー、ジャバリョン。ああ。もう、朝食が済ませましたということで、皆さん、おはようございます。おはようございます。バッシュから参りました、フーと申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、フーさん。フーさんはですね、はい、今、台湾のとある場所で、なんだっけ、コロナの、渡航した人がね、今、隔離が、台湾も必要なので、今、絶賛隔離中なんですね。なので、ちょっとその話を伺いたいなと思います。フーさんは今、隔離して何日目なんですか？そうですね。今は絶賛隔離で14日目です。最後の日ですね。あ、うん、最後の日ですか。おめでとうございます。もうやっとですね。ありがとうございます。やっとですよね。2週間も経ちましたよ。本当に。でもなんかあっという間な気もしますね。本当にあっという間です。私も東京で去年ね、日本に帰国した時隔離したので、なんかすごいあっという間の2週間だなって私も思いました。あ、その時も2週間でしたよね。そうですね。今日本は2週間の隔離が必要。あ、その当時はね、2週間必要だったのでしました。でもなんかさ、マレーシアに入国する際には、10日間だけは隔離されるんですよ。あ、短いですね。うん。もしそのテスト、スワブテストを受けた人は、陰性な人は7日間だけだそうです。ああ、そういう制度があるんですね。そう、なんか緩いですよ。まあ確かに、マレーシア緩いですね。うん、そういう感じ。おお、ちなみに台湾にも、マレーシアで言うならフードパンダ、日本だと、うん、ウーバーイーツがすごい使ってる人が最近増えているんですけど、なんか台湾もそういうなんか食べ物とか何かを頼むってことってできますか？そうですね、あれはできます。まあ、2種類に分かれてるんですけれども、宿泊は1つが給食、食べ物が含まれているところと、給食がされていないところに分かれてて、給食がないところはもちろん自分で頼むしかないんですけれども、給食のあるところは、給食というのは定休の給と食べ物の食の給、うん、つまり、朝食、昼食と夕食が提供されているところで、特定された時間帯がその決まってるんですよ。朝食は、朝の7時から8時と、昼食の12時から1時と、夕食の6時から7時までになってて、
フードパンダ、ウーバーイーツなどを頼むときは、必ずその時間帯に、配送配られないとダメになってるっていうルールが、ありますね。なので、もし、例えば、朝食を頼んで、その朝食の給食時間を過ぎたら、昼食の時に、ホテルの人が、何送ってくれる。で、Uber Eats の人は、その、頼んだものを、ホテルのリセプション、受付まで、送って、そしてホテルのものが、それぞれ、部屋ごとに送ってくれるんです。そういうシステムなんですね。はい、ちなみに、日本だと、私は実際に使うことはなかったんですけど、Uber Eats 頼めるって、去年は言われました。ああ、なるほど、なるほど。そう。でもちょっと頼んだことないので、実体験は何もないっすね。あ、じゃあ、その時、日本で隔離された時に、何、食べ物が含まれてたんですか？私は、なんかちょっとアパートみたいなのを借りてて、コロナの患者さん、患者さんじゃない、私は患者さんじゃなくて、帰国した人用の、なんか今アパートとかそういうの提供してる不動産があって、そこにいたんですけど、もうなんか親とか家族が食べ物を持っていくのって自由だったんですよ。だから私のところはご飯付きとか何にもなかったですね。あ、なるほど。じゃあ毎日ご両親がそういうご飯を送ってくれたんですか？ 2,3 日に1回来てて、その私が隔離してた、JR のとある線路沿いに母が仕事してるので、はい、なんか、より帰りに寄るって形で、2、3日に1回来てました。へぇー、そうですか。成田とか羽田空港だったら確実に来れないですね。遠いですね。遠いですね。なるほど。あ、そういうことか。なんですよ。ちなみに、去年、日本で、なんだっけな、フィリピンの人が、台湾南部の高雄、ガオシュンのホテルで隔離中に、8秒出ただけで、日本円だったかな、38万を罰金を払ったっていう報道があったんですね。なんかやっぱり、そのような、なんか隔離の厳しさって、フーさんも感じますか？外出たら、ちょっとでも出たら罰金払うかもみたいな。そうですね。確かそういうルールがある気がしますね。罰金が、何元でしたっけ？ちょっと覚えてないんですけれども、ただ、我々外国人が、渡航したときに、必ず SIM カードを買わないとダメです。地元の SIM カードをまず買って、そして、自分の携帯に入れたら、特定されるんですよね、位置が。位置が特定されて、そこで、警察が我々の位置を把握してるんです。うん、出ないように。で、毎日、必ず言われるんですよね。携帯の電源を切らないように。うん、だから最近、確かに、2、3日前は、向こうの人がですね、向こうに泊まっている人が、おそらくその携帯の電源を切って、そして朝、もう本当に早い時間帯で、警察が来てノックしてたんですよ。トントントンって、なんであんたがその電源を切ったんですか？うん、オンしてくださいって。うん。2、3日間も、そう来てたんです。その警察が。ええー。いいですよね。感じました、確か。わー、やっぱり。メッセージ、CDC という組織なんですけれども、はい。日本語で何て言いますかね。Center of Disease Control というのは、貿易、病疫防止センターのような組織なんですけれども、必ず毎日そこから、メッセージをもらうんです。うん、あなたは、異常ないんですか？異常ありますか？って、そして位置を押してくださいのような。そして毎日必ず、朝と夜、2回で、
自分の体量じゃなくて、体温を測るんです。そして記録して必ず、ホテルの人に報告しないとダメです。いいですよね、確かに、うん。すごいですね、対策が。ちなみに、私が帰国した時って、日本の番号を持ってなかったし、なんか日本用の LINE が、もうなんか、マレーシア行ってる時、ちょっと使えなくなっちゃったんですよね、ログインができなくて。で、日本だと、なんか LINE で私の時は管理してて、でも私 LINE なかったから、いや、この制度意味ないじゃんって正直思っちゃって、なんかでもなんか、はい。どうされましたか、その時は LINE がなくて。LINE がないから、その代わりに、なんか実家の電話番号を書いた記憶があります。ああ、そうですか。でも、ここはそのために、必ず一人、入国された全員が、その地元の、その SIM カードを申し込まなければならないんです。うん。いや、本当、日本もなんかそのような制度、まあ今、ある、かもしれないけど、まあ、なんかコロナが流行った時からちょっとそれはやってほしかったなって思いまして。いや、台湾は改めて本当に厳しいけど、うん、ちゃんと国民のことを考えて守ってるんだなっていうのが、なんか伝わりました、うん。そうですね。そうですね。じゃあちょっと次の質問に入りたいと思います。ちょっと待ってください。あ、よかった。隔離して、まあ、今日最終日ですけど、はい、どんなことしてましたか、ホテルの中で。どんなことしてたんですか、はい、そうですね。やっぱり自分は、幸いなことに仕事がついてこれるので、はい、今毎日は、ほぼ毎日仕事してて、やってます。会議をして、そして残り時間、大抵ですね、朝起きて、朝食の時間後に、朝食済ませて、仕事して、そして昼食。昼食の後は、時間あったら仕事。もしかしたら、昼寝もする。いいですね。最高。そして、運動は毎日する。運動は毎日します。うん。運動して、自分のその部屋、その限った範囲で、ワークアウトはします。そして、何ですか、夜は会議の時間で、夕食、あと残り時間はもう、携帯いじったり、そして、テレビがあるんですよね。テレビに、YouTube が繋がるんですよ。あ、最高。そう、映画も見られるし、すごく、何でも見られるから、うん、よく、深夜まで、映画を見ます。そんな風に過ごしてるんですね。いいんですね、僕は。なんかちなみに、その、今映ってる範囲だと、ホテルすごい綺麗そうなんですけど、なんかどんな、うん、こう、部屋で今、隔離中なんですか？いや、もうごく普通な、ホテルです。うん、四つ星のホテルですかね。お手洗い。は、すごく綺麗ですね。おー、最高ですね。かなり豪華な、ホテルルームで、そう、綺麗ですよ。本当に綺麗です。うん。他の人と比べて、僕の友達も中でも、何人か隔離されて、送ってたんですよね、写真を。それ比べたら、本当に僕が泊まってるところ、本当に最高です。1日で2000元、あとご飯付きですね。うん。安い。そんな感じなんですね。私も2年前に台湾旅行した時、ホテルやゲストハウスがめちゃくちゃ綺麗で、うん、なんかテンション上がった記憶があります。はい。っていうこと。テンション上がりますよ、本当に。ねえ、テンション上がりますよね、綺麗なホテルって。なんか、そうそうそう、サバで泊まったメロディアも懐かしいな。ああ、そうか。エリリアに泊まってたんですね。泊まったことあります、実は。これ見てる皆さん、サバ州の、コタキナバラにあるメルディア、娯楽もいっぱいあるのでおすすめです。なんか宣伝になっちゃったけど。あと、そうだ、これがね、最後の質問になっちゃうんですけど、
まあ、今日最終日じゃないですか、隔離が。そうですね。あの、隔離終わったら、冬さん何したいですか、台湾で。何したいんですか。まずは本当にいろんなもの食べたいですよね。うんうん。悪くないんですけど、毎日弁当食べてるんですね。あ、飽きちゃいますね。そう、飽きちゃうんですよ。もう14日も連続で。なので、まず、もう本当に、チキンフライを、フライドチキンを。ああ、私最近その粉買いましたよ。はい、日本で。あ、そうですか。はい、まあ、作ってないけど。あとはもう、妻を抱きたい。抱きしめたい。ハグか。遠距離で、あの、440日間も会ってないんですね。結構長かったですね。うん、そうそうそう。だから、明日は、妻が迎えに来てくれて、その後、残念なことに、14日間の隔離以外、あと7日間の隔離が必要ですよ。あ、そうなんですか？そうです。家に帰されるんですけれども、自主健康管理だという隔離で、外は出られるんですけれども、もう常にマスクをつけないとダメと、あと、講習期間は、乗れないんですね。講習期間に乗れないんです。電車と、あとバスは乗れないんです。あと、講習場所には行けない。あと、ルールがあります。うん。捕まったら、また罰金される。わー、38万が富士山を、てんてんですね。一人じっくり、あの、うちに、そう、おとなしく、隔離します。そう。いやー、もうちょっとですね。7日間後。いやー。ということです。そうですね。いろんな友達たくして、あと、妻と、あの、ゆっくり時間したい。うん、ゆっくり時間作りたいと思います。ほんと、奥様との久々の再会、もう思いっきり台湾で楽しんで食べて、私が台湾で去年か今年楽しむはずだったところまで行って楽しんでほしいですよ。なんか、勝手ながら。私、本当だったら、今頃、なんか、ファーリエンの自慢話してたはずなんですよね。私の人生設計の中では。まあ、いずれまた来られるから、うん、今は、そうですね、安全のために。そうですね。ちょっと日本で引きこもります。しばらく。本当に。いや、ということで、フーさん、今日はお忙しい中、隔離のこといろいろと教えてくれてありがとうございました。いえいえいえ。ほんとこの動画はですね、きっとこれから日本と台湾ってなんかコロナの中でも行き来多い方の国みたいなので、なんかすごい、うん、あの、どんな生活かとか雰囲気とか聞いて、すごい参考になったと思います。台湾これから行く人にとっては。あ、そうなれば幸いです。まあ、ただし、ビザに関しては私たちね、あの、日本人とマレーシア人違うと思うので、そう、そこはね、なんか違いとか知ったら面白いかな。面白いと思いますね。あ、今、ビザのことなんですけれども。はい。ビザ、やっぱり、という、外国に行き来できるビザ、おそらく、少なくとも台湾では3つに限るんですよ、3つ。おうん。2つ半にでですね。まずは、仕事のビザ。はい。就労だかな、就労ビザで。そうですね。あと、二つ目が修学。あ、うん、留学とかですね。留学のビザで。あと三つが PR。例えば僕が、台湾人と結婚して、その、なんで言いますか？あ、配偶者ビザみたいなやつですかね。配偶者ビザで入国ができますね。観光ビザはダメ。私は、あの、配偶者いないので完全にダメですね。今から作れば多分、うん、来年来られると思います。いやー、出会いあるかな。台湾の方全然日本で会わないですよ、帰ってきてから。ですよね。まあ、冗談だということで。はい。今、かなり厳しいですね。この3つしか入国できないようですので。そうですよね。ほんと大変ですわ。あとね、サバももちろん、あの、コロナが落ち着いたら、うん、いろんな意味で私帰らなきゃいけないんで、ちょっとまたね、フーさんと台湾か、サバか、まあ、あと日本のどこかでね、直接、はい、奥様も一緒にね、会いたいです。
また何かの縁で。そうですね。ありがとうございました。ということで、本日のゲストは、台湾で絶賛隔離中のフーさんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。